ではトークライブを始めます前に新製品の o m d e m 5 m a r k II についてご紹介させていただきます2012年に発売され新しい一眼カメラの世界を切り開いた OMDEM5 の後継機 o m d e m 5 m a r k II がいよいよ発表されました 世界最強の VCM 方式5軸手ぶれ補正小型防塵防滴のボディレンズシステム大幅な進化を遂げた動画性能による OMD ムービーさらなる高画質撮影を可能にした40メガハイレゾショットなど新しいテクノロジーと高精度を有するモデルとなっていますそれでは新製品 o m d e m 5 m II 最大の特徴である世界最強の VCM 方式 5軸手ブレ補正についいてご紹介いたします三脚なしでローライト撮影が可能な世界最高のシャッタースピード5段分の補正をする進化した VCM 方式5軸手ぶれ補正夜景撮影時などに発生しレンズ内 IS では補正できない画面周辺の回転ぶれやマクロ撮影時に発生し一般的な手ぶれ補正ではなかなか解決できないシフトぶれも強力に補正します シネマクオリティのムービーを手持ち撮影できる o m d ムービーは 60p の高フレームレート 52mbps の高ビットレートに対応し高画質フル h d ムービーを実現しましたさらにボディ内5軸 VCM 手ぶれ補正によりスタビライザーやミニジムなどムービー専用の手ぶれ補正機材を使うことなく手持ちでもブレを抑えて美しいムービー撮影を可能にしています OM シリーズの重要なデザインのポイントであるファインダー部はデルタ形状を強調しより精悍なデザインに仕上げました軍艦部の重心を下げることでカメラに安定感と力強さを与えカメラとしての存在感を高めていますボディカラーは高級感のあるシボ塗装を採用したブラックと輝度が高く華やかなシルバーの2色をご用意いたしました そして、EM5 同等の小型なボディーを維持しながら6つのファンクションボタンやレバーさまざまな角度に調節できるバリアングル液晶を搭載しています今回採用された236番ドットの超大型高精細ビューファインダーは表示タイムラグをさらに短縮した高速ファインダーです EM5 ワーク2は雨天での撮影も可能な一眼トップレベルの防塵防滴性能に加え マイナス10度までの対低温も実現しました雨天での撮影から雪原のような過酷な環境下での撮影まで幅広いシーンでストレスのない撮影をサポートいたしますさまざまなシーンに対応できる M 随行デジタル防塵防滴レンズもラインナップしていますでは次にオリンパスミラーレス一眼カメラのフラッグシップ機オリンパス OMD-EM1 の最新フォームウェア バージョン3.0をご案内いたします最新ファームウェアバ,バージョン3.0ではコンティニアス AF 撮影時の位相差 AF のアルゴリズムを見直すことで従来毎秒6.5コマだったつ AF 追従電車が最大約毎秒9コマまで高速になりましたこれにより電車 H モードにおける CAF 撮影時の AF 追従性能が向上しています CAF 設定にすることで連射中も37点の増面位相差 AF で撮影動く被写体を確実に捉え決定的瞬間を逃しませんまたスマートフォン専用アプリ OI シェアの最新ファームウェアバージョン2.5にも対応撮影モードでムービーを選択できるようになりライブビュー画面をスマートフォンで確認しながらムービー撮影を行うことができるようになりましたこのオリンパス OMDE M1 最新ファームウェアバージョン3.0は2015年2月24日よりリリースいたしますでは最後にコンパクトデジタルカメラスタイラスシリーズの新商品をご案内いたします高額10点なら全域 F2.8 大口径高精度 随行デジタルレンズを搭載し、一眼並みの画質と機能を薄型のボディに凝縮したプレミアムズームコンパクト、スタイラス 1S や F2.0 の明るいレンズを搭載した TG3 タフなど個性あるラインナップとなっていますただいまご紹介いたしました商品は当ブースオリンパスブースにて実際にお手に取ってご覧いただけますのでぜひ皆様、トークライブ終了後にごゆっくりとご覧ください。さて それではお待たせいたしましたここからは皆様にはトークライブ一眼カメラトークライブステージ OMD でお楽しみいただきたいと思いますでは清水さんにご登場いただきます前に清水さんのプロフィールをご紹介いたします1975年横浜市生まれ23歳でフリーランスとして独立独自の視点で自然風景からスナップドキュメントまで幅広く撮影 2005年、路上少年で第1回名取洋之助写真賞を受賞2012年夏、15年間のモンゴル取材をまとめた写真集「チェンジ」を現地で上司2014年には日本写真協会賞新人賞を受賞されまたご本人自身公益社団法人日本写真家協会会員でもいらっしゃいます。 個展を多数開催されているとともにカメラ雑誌での執筆やフォトコンテストの審査員としてもご活躍されていらっしゃいますそれではご登場いただきましょう写真家清水哲郎先生ですどうぞ皆様大きな拍手でお迎えください <music> ようこそお越しくださいましたこんにちは ではここからは清水先生に進行もお願いしたいと思いますではよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますはい改めまして皆さんこんにちはなんかもう話す前からこれだけたくさんの方がおられるっていうことでちょっと嬉しいやらプレッシャーですよねなんか皆さんの期待度みたいな、えー、そういったものを感じておりますけどももう実際触りましたか並んではいお疲れ様でしたありがとうございましたもう 大変ですよね。こんだけ、えー、たくさんの方にね並んでいただけて、やっぱり開発された方もね作った方もやっぱりすごく嬉しいですよ。皆さんの反応がねやっぱこう列がどのぐらいできるかみたいな、えー、そういったところもありますのでね、えー、いっぱいあの並んでいただけるとねありがたいかなと思います。はい、えー、実際こうご覧いただけるとねわ、えー、かりますけどもまあ EM5 Mark II ということで、えー、出てきました。 どうですかなんかもう見た目が僕いいなと思ったんですけどやっぱりこのファインダー部のこの三角のね形とかはえフィルムカメラのね OM1 とかね2使ってた方なんかああ懐かしいななんてえ思っていただけるんじゃないかなとえ思っておりますけどもねえさらにまあこんなねえいっぱいありますがまあサイズがえ高さ 85mm 横幅1 2 3 7厚みが 38mm ということにね えー、なってますで、まあ、厚み、そんな、ね、前のと変わらないですけども、えー、バリアングルになったりしてます、えー、あ実際僕持ってる、僕持ってますね、えー、あのぶら下げてたんですけどなんか忘れちゃうぐらいの、えー、大きさなんですけどち、まあ、ちっちゃいですすごくちっちゃいです僕だったらもう本当隠れちゃうぐらい、はい、e m 1の時にはあのこの上の部分が、ね、ちょっとぴょこんと出るぐらいの大きさだったんですけども EM5 はやっぱりこう小さいのでものすごく小さくねコンパクトにできます。そしてえまあ特徴ですけどまあこれね世界一ぶれないやつって僕、説明が雑なわけじゃないですよあのカタログに書いてあったのをそのままこのえーこ,こにね貼ったんですけどもあの本田選手がね世界一ぶれないっていう。 まあ新年とかいろいろあるんでしょうけど、まあ、そことかけて5軸の手ぶれ補正が効いてますで、まあ、しっかり、ねまあ、ちょっと説明しようかというと5、えーううまあ、軸の VCM 手ぶれ補正って、ねえー、これまでもありました。 ね、やっぱりこの回転ブレがね特にやっぱりこの5軸の中でも特徴的で、えー、回転ブレをこう止めてくれる補正してくれるっていうのは、まあ、レンズ内の手ぶれ補正機能では、ねえー、できませんのでやっぱボディ内の手ぶれ補正だからこそできる5軸の、えー、手ぶれ補正ということになりますで、まあ、ここでですねさらに、えーまあ、何段ぐらいいくのかっていうところが一番ポイントではいキラキラっていきましたシャッター速度5段ですよ5段ってすごいですよね わかりますいまいちなんか実感として、えー、5段のどのぐらいすごいのかってね、えー、e m 1が4段ですよね、段ですねえー、そこから1段、えー、上がったっていうことですけども、えー、どのぐらいすごいのかというとドン、はい、ここに書いてあります、えー、シャッター速度1秒だとします、1秒って普通ブレますよね、ブれるんだけども、えー、1秒のシャッター速度でやっても5段補正されるってことはこの。 2分の1一、十1 8/1、15/1、30/1といくと、これ5段ですね、1段ずつこう上がっていくる、5段、1秒で取ってるのに、30分の1で取ったのと同じぐらいの間隔で取れる、すごくないですか、これ、15分の1で取ってるのに、なんか、感覚的には500分の1で取れてるみたいな、もう、ここまでくると5段いるかどうかは別物ですけども、このぐらいのね、間隔で取れますので、手ぶれがすごく、 補正されると1秒ですよ1秒どうですすよどうかやってみたいいと思いません、ね、秒手持ち三脚を使う機会っていうのはだいぶ減るんじゃないかなと思いますまあなんかね自分のシャッター速度その限界シャッター速度ってきっとあると思うんですけども一回テストしてみるといいですよね手ブレ補正をオフにして何分の1までいけるかこのレンズに対してどのぐらいでいけるかっていうのを分かった上で挑戦してみてください1秒なり2秒なりね 俺4秒いけるぞとかいう人とか出たらかっこいいです、はい、あのぜひここでね拍手したいなと思いますけど、まあ、そういったことをねできるんだよっていう安心感五段分っていうのはやっぱりすごいんだよっていうのを分かっていただければと思いますでまあ一応比較ということでね、えー、まあブレのほかに何があるかっていうと、えーまあ、OMD は、まあ、今回 OMD の話ですけど3種類ね3通りあります、えー、をお兄さん はい、真ん中に、ねえー、EM5 の M−2 があって、えー、EM10 ってあります、まあ、こちらはファミリー向きなんていうことで、ねえー、出てますので、まあ、防塵防滴とかはないです,す、ねはいまあ、OMD というよりはまあペンにこうファインダーがついてるみたいな、えー、印象だと思います、はいえーでまあ、この防塵防滴 EM5 前も防塵防滴でしたけどもさらに対低音という、ねえー、ものがつきました えー、画素数、まあ、あんま関係ないですからね、みんな16メガですからね、えー、そんなに関係ないかなと思いますけど、まあ、数字的に言えば EM1 が1628万画素、えー、有効画素数であると、でまあ、この手ぶれ補正のところ、やっぱりね、5軸でいってるけども、EM1、4段、はい、真ん中5段、EM5、うん、ク、ね、EM 2 5段で、えー、OMD の EM10 は3軸の手ぶれ補正ということになります。で段やっぱりこのの、ね、ブレの 手ぶれしやすい方とかはやっぱりここも選ぶポイントになるんじゃないかなと思います、まあ、軽さで言えばやっぱここですかねで、まあ、どの程度軽くいくかって言ってもまあねフラッグシップでも 500g 切ってますからねもうこの辺になると。 結構もうギネスに挑戦みたいな感じになってきません、なんかもう本当軽いですから、えー、この辺ね、えー、楽しんでいただければと、でえー、あと、液晶ですけども、まあ、今まで一応、可動式ですけども、まあ、バリアングルになったのがこの EM5 Mark II でございますで、まあね、いやいや、でもこういうのはあるけど、みんなね、一番期待してるとはそこじゃないよと、はい、むしろなんか、こっちじゃないかなっていうことですごいっすよね、40メガのハイレゾのショットです。 多分皆さんの期待度ってここ大きいんじゃないかなとねええー、40メガのハイレードショットすごい期待してるよっていう方どのぐらいいらっしゃるんですかあでもそんなでもないの意外とそうでもないのあじゃあ話がしやすいです逆にえー、っとものすごいいいものですこれもプリントねそこに展示されてますけども、えー、ものすごい、えー、面白いと思います綺麗ですよね はい、まあこのモニター自体がね 4K の、はいえー、モニターなんでものすごく綺麗っていうのもありますけど、まあそのぐらいの、えー、作品を撮ってます。隅々まで来てますよね。綺麗です。はい。縦位置も横位置もすごいっすよね。なんか。これちなみにあの僕はオーストラリアで撮っております。えー、11月に行きますあ11月って言っていいのかなちょっとわかんないですけど、はい11月に <laughs> 行って、えー、撮りました。 あの結構僕のフェイスブックとかツイッターを見てて皆さん、チェックされててあいつが海外に行ったら何か出るんじゃないかみたいな,なんかそういうので見てる方もいるんですけどでも、その合間に結構いろいろ僕も細かく海外行ってあのごまかしてますのでどこで行ったかなみたいなのが多分あると思うんですが今回は,はいオーストラリアでえ行きましたまあこういうね40メガのハイレゾショット綺麗ですよね、本当に綺麗なんですかこの ツルツルな感じは、ねはいものすごく綺麗です。だからまあ撮れば撮るほど、ね、ものすごく、えー、いいなと、えー、思いますで、まあね、魅力が伝わってくると思います、この昼間で、えー、撮ったものなんですけども、まあ、普通に見ても分かんないと思います、普通の16メガのショットとこれと比較しても分かんないので、えー、一応、この、ね、拡大で見てみようじゃないかということでここの部分あたりをこう拡大しました。 そうすると左側が16メガ右側が40メガのハイレゾショットですだから当倍にしてももうすでにサイズが違うんですねデータがものすごく大きいのでえだからまあこのぐらいになりますと JPEG のサイズでいうとハイレゾショット17.1メガはいあの16メガの方が3.1メガになりますだから皆さんハイレゾ欲しいって方はなんかパソコンとか,なんかハードディスクとかいろいろこう上げていかないと。 大変ですね SD カードとか、えー、そういったところもあると思いますけども、えーまあ、このぐらいまでいけますよっていうのが、えー、分かっていただければと思います、はい、ものすごく綺麗だと思いますで、えーまあ、40メガの、ね、ハイレーショットで、まあ、細かくいくならどの辺まで、えー、どういったものを撮ろうかなって多分悩む方もいらっしゃるかなと思います何でもやってもいいんだけどやっぱデータサイズもね大きいですし、えー いろいろやりたくなるんですけど撮影するのに1回撮影するのに1秒ぐらいかかります1秒ぐらいから2秒ぐらいかかりますでそこからその、えーまあ、合成するわけですよね合成するわけですけどその間に2秒ぐらいかかりますで、まあ、その後処理の方はいいんですけどもその撮影に1秒から2秒かかるってことはその間にですね、えー 例えばもう滝であるとか、まあ、湖面とかさざ波があったりとか揺れますよね、そうしちゃうとやっぱ剛性には向かないんですよ、そのハイレゾショットにはね、動きものはやっぱ注意していただきたいなと思います、でパッと見分かんないです、ぱっと見分かんないんですけども、これを10倍以上に拡大してみると、これはジャミジャミみたいのが出ちゃってるんです。はい これなんかね現地行ってそれに気づいちゃってすごいショックだったんですけどえただ、こういうことがやっぱりまあ起こりうるなっていうのはえやっぱり感じておいてえ分かっておいていただければなと思います。やっぱりあのー こういういのね、えー、ごまかそうとも別にごまかせるんですけど皆さんの期待が多分大きいだけにちゃんと伝えるとか伝えておかないと後で撮った後ねあのこういうのが出ちゃったっていうことにならないようにあの昨日、社長にお願いしてやっていいですかみたいなねこういうの出したいんですけどあいいよいいよやっぱちゃんと伝えるとか伝えてよっていうことで、えー、OK をもらいましたんでね一応まあこういったものが出てしまいます。だからまあ 室内とかで完全に何も動かないっていうような状態なら全く問題ないんですけども、えー、条件によってはこういったところが出てしまうのでお気をつけくださいと事前に言っておきますね買ってからねあいつなんかすげえいいとこしか言わなかったとか言わないでくださいねちゃんとこういうところもお伝えしておきますはいそして、えー、1450っていうもの ねえー、新たに出ます今まで、ねえー、1450すごく重宝されて、えー、重宝して、ね、使ってた方もおられると思いますけども2が出ます、はいえーまあ何が、えー、どうなったかというと防塵防滴になりますようやくこの勾配率ズームで、えー、防塵防滴が出てきますさらにゼロコーティングになりますゼロコーティングになることによってこう逆光とかに強くなりますね。はい 今までで思っってたんですねやっぱこう防塵防滴のボディ使ってるのにレンズの方が意外と普通のを使ってて雨の日取れないじゃんっていう組み合わせの方が結構多,い多かったんですけどやっぱりこういうね、えー、皆さんがこう使うような、えー、この勾配率ズームやっぱ1本で済むっていうのは非常に、えー、いいですからねあのこういったもので防塵防滴があったらいいなと思ってたものが出ましたで最短はもうレンズ先端からねあの最,最短撮影距離レンズ先端から3 3ンチすごいですよ。 ねでまあ、円形絞りなんていうものもありますでもこんなね字面見たって分かんないですあのやっぱりいっぱい取ってきたものを見ていただいて納得していただこうかなと、えー、思っておりますがはいこんな感じでね、えー、いろんなものを取ってきてますあのご覧いただければと思います、えー、左側は手持ちでね撮影してます、まあ、2十分の1ぐらい全然、えー、余裕で撮れますねあ、まあ、右側も手持ちですね当然昼間なんで手持ちで撮ってます はい綺麗ですよね、すごく綺麗はい、こちら三脚使って、高倍率ズームと思えないぐらいのクオリティじゃないですか、別にハイレゾショットじゃないんですよ、これ、はい、ハイレゾじゃなくてここまで綺麗です、これはさすがに、まあ1秒だけども三脚使えます、ね、そんな俺、ギャンブラーじゃないので、えー、行くぞって、ね、1回で決めたいなっていう時は、やっぱり、えー、三脚を使って撮った方がいい。でも三脚も カメラっ小さいですから、えー、小さいものを選べば、ね、いいわけです。僕、だからリュックに入るぐらいの三脚で普段コマーシャルの撮ってます。はい、大きいのわざわざ持っていってないです、まあこのね。このサイズですから別に全然高ささえ揃えられれば、ねえー、問題ないかなと思います。まあ、こんな細かいところまでね綺麗にいけますよというのは14150、はい。焦点距離104ミリですどうですか、これ動物園で撮ってます。 なんですかこの立体感というかねこの黒までのトーンというかねこのメリハリってなかなか高倍率ズームってね出しにくかったりするんだけど、えー、こんなふうに撮ることはできてますで僕は普段あの仕上がりもナチュラルにしてますナチュラルにしてじゃないとまあやっぱ皆さんにねニュートラルな状態で見てもらえないかなと思ってますので、えー、普段から撮影はあのナチュラルで撮ってますしかもあの取っ手出しですよ全部取っ手出しのものをご覧いただいてます はい、何か、ね、見栄えがするようにとかやってるわけではないですだから光を見て適正な露出を選べばちゃんとこういったものが撮れるわけですでレンズが良ければしっかりしたものが結果になると、はい、壁にあるねこんなレリーフみたいなのありましたけどもこんなものでもなんかものすごい立体感じゃないですか陰影もねはい。 これなんかね鉄道博物館みたいなところに行ったんですけどそこのちょうどまあ何車輪のところのサスペンションみたいなところを、えー、撮りました雨降ってたんで結構ねしっとりとした感じになってますけども露出補正マイナス1にしてねこんな風に撮ってますけどすごいですよね、なんか高倍率ズームと思えないぐらいな、えー、仕上がりで結構驚きました。はい、バリアングル使ってあの結構僕 海外行ったりすると、1日20キロも30キロも歩いちゃうんです、で疲れるので公園行くともう芝生で靴脱いで転がってるんですけど、そうすると、あの勝手に鳥たちが来てくれたりとかね、えー、するので、そこで寝っ転がって、えー、バリアングルで、えー、タッチシャッターで目のところにピント合わせて撮りました、はいこれ,これ300ミリね、いっぱいいっぱい、えー、だから300ミリっていうか、焦点距離150、3号換算で300ミリの、えー、で撮ってます。 すすごいですよね、ここまで綺麗、えー、にシャープにこう来て、えー、背景の、ね、円形ボケっていうのも綺麗にいけると、はい、一応、まあ、あの何カメラ詞的な感じというかね湧いたン、テレタンなんて言われるねだいたい皆さん高倍率ズーム使っても広角か望遠かしかやらない間使わなかったりするんですけども、えー、広角で撮るとこう望遠で撮るとこうっていう感じなんですが、えー、ちょっとトリッキーなのは広角の方がボケが大きいっていうね、はい 被写界深度が深いんで普通はね、えー、広角にした方が前面に来ますよね。でもこう接写気味に撮ってますので、えー、こういう風にねちゃんとこう接写して撮ったり14ミリでもこんなに大きくボケるんだよっていうのを感じてもらえれば、えー、ありがたいかなと思います。はいあと滝のね、えー、もの望遠で撮ってますけども150ミリではいこんな風にね寄せて撮ってます。まあこのまシズル感っていうと変ですけどもまあこのね、えー、水ミ 水のね、えー、滴るような感じはすごく出てるんじゃないかなと、えー、思いますさらにまあ先ほど最短がねレンズ先端から3 3ンチって言いましたけども、えー、こんな風にね手持ちで撮れますだか3 0 0ミリで手持ちの絵を撮ろうと思ったらなんか近づくんだけど、まあ、近づきすぎちゃうのでちょっと離れないといけないっていうね、えー、なんか不思議な感じですけどまあ こんな風にいいけけまますすよっていうのをご覧いただければと思います本当ちっちゃいものなんですけどね、こんなふうに、えー、撮ることができます。まあ、防塵防滴なんで雨降ったら撮ろうかなっていうぐらいの絵ですけども、えーまあ、雨降っても普段から僕はあの防塵防滴の使っている時カバーとか何も使ってないです、カバーなしで、えー、撮ります。 で気をつけなきゃいけないのはこの前玉のところのね水滴がついちゃったものだけ気をつけていただければと思いますんで水滴ついちゃったらまあブロワーで飛ばすっていう感じですただまあ今ついてるのは1 7ミリの1.8なんでこれは雨の日には向きません雨の日には向かないけどもえこの1450だとえ雨の日でも普通にこう使うことができる雨がついたらまあブロワーでこう飛ばすみたいなねえことをしていただければと思います。はい 1一、ねまあ、150いいよなんてずっと言い続けているといろいろ皆さんねあの魅力を知ってもらえると思うんですけど防塵防的の最初のレンズは 1250mm ですからねはい僕はニュージーランド行って氷河行ったりとかね森の中で撮ってたものが、えー、そうですけどこれタスマニアに行って撮りましたタスマニア行って1250で、えー、撮ってますまた違ったね味わいがあるというか、えー、綺麗なんじゃないかなと思います えセット売りでは1450の方と1250の方のセットがありますのでねえもう1250持ってるよって方は1450のセットの方うをねえお求めいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、あのボディだけ買っていただいてもいいんだけどこのレンズね1本1450あれば面白いし1250ないよっていう方はこれも言っても面白いんじゃないかなと思います。でさらにでですすねなんか結構ねこの辺がオリンパスだなと思ったんですけども 銅梱のフラッシュあるじゃ今までこのね正方向にしか動かなかったのが何をやってるんだあのバウンス可能にしちゃってるんですよもう動いちゃうんですよねこんなねすごくないですか銅梱のフラッシュねこんなのやったら。 普通のの外付けの方が売れなくななくっちゃゃうんじゃないかとかと思っちゃいま,すまあまあまあねガイドナンバー9.1とかね12.9とか書いてありますけどもこういうバウンス可能になったということでただこれね他のでも使えるかなと思うと今のところ専用でございます、はい、専用なんでこのホットシューのところね形状がやっぱりこうピンが4つあるんですけども今までの3つだったりするのでやっぱ他のものではつかないっていうところあります まあこれだけ手に入れることってあまりないと思うのでえまあやっぱり EM5 の M−2 の,えーの,のえーまあこういったものをねあのぜひともえ気にしていただければと思います。今までフラッシュってなかなか使わなかったと思うんだけどこういったところでえまた勝手がねえよくなるんじゃないかなと思います。はい レレンンズズの良さでで言っったらやっぱプロレンズですよね俺もう何本持ってくのっていうぐらい標準ズームを持ってかされたんですけども、えー、1240も持ってったらやっぱ綺麗です1240ね抜けがいいですよねプロレンズってやっぱすごく、えー、いいなと思いましたまあ普通にこう撮ってもこんな風に綺麗だしショッピングモール内で撮ったらこれ開放ですよ開放で撮ってこんな綺麗なんです。 ね、これなんかしっかり絞ったらどうなっちゃうのとかね思っちゃいますけど驚きじゃないですかプロレンズいいなってね、はい、この組み合わせがまたいいんですよ、はい、EM5 と m ク x 2と、ね、1240という組み合わせがまた、えー、いいわけですけどもぜひともねあのこんなのをやっていただけると面白いなとも楽しいですよプロレンズ左側1240右側が40150の F2.8 のプロレンズ使ってます。 ね、こうスローシャッターもいいし、ね、もうこういう、えー、引っ張って、ね、撮っても面白いしというところだと思いますやっぱプロレンズはクオリティ高いですよね、本当に高いいろいろまあこれから、ね、出,てくる出てきますけどもぜひとも、ねえー、ちょっと頑張ってみようかなという方はぜひとも手に入れれば全くもうあの後悔することはまずないですから、えー、ぜひとも、ね、手に入れていただきたいなと思います。本当風景撮っても分どうですか手前から奥まで ね、望遠だと、ねこんな、なかなか手前から奥までなかなか、えー、ピントが、ね、しっかり来るかどうかとか、ね、周りが流れちゃったりとかあるかもしれませんがもうオリンパスはもう周辺まで全然きれいに撮ることができますさらに40150にはテレコンがありますけどもテレコンもつけて、えー、撮ってますこの時ねタッチシャッターでやってるんですよバリアングルにしてこう上の方だったので上げて。 えこうね角度つけてこう取りました大体いいこの何40150の2.8って、ね、3号換算だら3ニッパ波ですよ32パーにまあテレコンつけてまあ4 2 0ミリのえ状態が手持ちでこんな片手上げて取れちゃうわけですからどんだけすごいかしかもシャープに来てますよねボケも綺麗だしぜひテレコンも一緒につけた方がいいです40150ねはい替えとは言ってませんよ あるといいなっていう感じですけど、まあこういうことができます。はい。ワラビー明け方に撮りました。ビシッと決まるでしょ。あの地面に置いてね、えー、バリアングルですからもう地面に置いて立ちしちゃった。まあな,なんですかね、このドキドキ感みたいなものもちゃんとこう伝わるっていうのはやっぱいいレンズ、いいカメラの証なんじゃないかなと思っております。 なんか惹かれるでしょ。うん、まあ目が合うからっていうとこかもしれませんけれども、えー、こういったところをね、えー、ぜひとも楽しんでいただきたいと。で他にもまあ短焦点もあるぞとね。はい。まあ防塵防滴はね、一二一四百五十が出て五本目ですか？五本目になってると思いますが、六、え、十、ー、ミリのマクロなんていうのもあります。はい。これも持ってきました。この一枚のために持ってたかもしれないですね。はい。 結構いろいろ持ってってます他にまあ僕好きなの12ミリは好きですね夜景の時はもう12ミリ、えー、結構使いますどうですか12ミリでねこんな風に、えー、まあそのカメラそのレンズ使うだけですよ別に小難しいテクニックもないです三脚を置いて使ってもう普通に スマートに、ね、撮ってるだけですあと、まあ、ホワイトバランスは蛍光灯にしてますね4000系にしてちょっとこうマゼンタっぽくしてますけどもそれぐらいです、はい、こんな綺麗に写すことができちゃいます夜景が楽しいんですよ、まあ、オリンパス使うとね本当にいろいろ撮れますこれ17ミリです、はい、12ミリがいいぞって言っといて次17ミリ降るね、えー、なかなか大変ですけどもこんな綺麗に、えー、白棒の時間からね、えー、夜空から撮れてます はい、ちなみに、こっちの右側は、ねえー、ライブコンポジットっていう、えー、撮影方法ですけどライブコンポジット、今までの EM5 ついてなかったですよねなんか EM10 もあって EM1 もあのファームで、ね、上がったからお次ファームで上がるかやっぱ上がらなかったですよね、はい、こっちのためにやっぱりねマ、えーク2の方で、えー、出てますので入ってますので、ね、ご安心ください、えー、だからいくらファームで待ってても出ないですからね はい、あの買わなきゃそこの EM5、えー、ユーザーの方は、ねえー、クリアされませんのでぜひともそこはマーク2の方に思い切って、ね、行っていただければと思います、はい、こんな感じでものすごく、ね、1 7ミリフィットしますすごく綺麗に撮りますでこのライブコンポジットですけども街中でこう星空撮るって普通はできないことですよね合成でやってるんです8秒をかけるこれの時は150コマ 撮ってます僕、1回シャッターを押しただけで、あとはカメラ内で自動的にこう繰り返して、8秒のシャッターを繰り返してます、だからその間、僕、はあっち行ったり、こっち行ったりね、なんかやることないので、えー、20分ぐらいですか、18分半とかそのぐらいかな、えー、なので、う、あのー、ろちょろしてたんですけども、モニターで見えます、撮ってる途中に途中画像が見えるので、えー、星の奇跡、もうこのぐらいでいいかなって思ったら、切り終えちゃえばいいんですよ、ライブコンポジット。 あとあと合成してあこんなになりましたっていうんじゃなくてもういきなり本番になる、いきなり本番で星空あ、このぐらいになったからもうやめようか、あとはねあんまり人に見られるからもうやめようかとかね、こういうの撮ってると大体こうあの職質みたいにされますよ、ね、何やってるの、ね、いやこの1枚撮るのあとなんか1時間ぐらいかかるとか、そういう説明を英語でやらなきゃいけないみたいなねこれはオーストラリアで、ね、撮ってますけども、まあ、そういうのもやったりしながら。 ね、なかなか終わんないんだよだからまあそういうのもありますけどもこういう街中で星空撮るってできますで普通にこうバルブ撮影すると例えばまあこの時20分ぐらいね20分近く開けてますけど普通に撮ると2分ぐらいでこんなになっちゃうんですよ露出オーバーになっちゃうね普通にバルブで撮るとライブバルブで撮ってれば途中画像見えてますのであこの辺でいいかなっていうのはなるけどただ 適正にはなるけど星空がそこまで流せないですよね、さっきみたいに20分も1時間も流せないので、やっぱそういったところは、やっぱコンポジットを使わなければいけない。で、ライブコンポジットのいいところは、えーまあ、普通はこうライブバルブとかで撮ると、ノイズリダクションが30分撮ったら、さらに30分かかりますよね、ライブコンポジットで撮ると、事前にやってるので、例えば15秒撮ったら、終わった後15秒ぐらいしかかかんないわけですよ、だからもうすぐ次に行けるわけですね。 ぜひとも、ね、ライブコンポジットやっていただきたいなと思います。その辺の細かいところは夜景編がありますので、えー、それはきも終わっちゃったんでまた明日来ていただくとより、はい、えもう帰っちゃう帰っちゃう、はいえー、そういう方もいらっしゃいます。はい、で新しいカメラ出たときに一応,一応やっておきたいなっていうのは感度の比較になります。まあ、みんんな綺綺麗麗ででですすよで見てもも全然綺麗だと思うんですけどマク、ね でえー17 mm、のででやってますす全然綺麗、えー、僕の中ではやっぱりこの、まあ、前から言ってますけど6400と1万2800の間ぐらいそこが、えーまあ、なんかこ作品で撮ろうと思ったら6400ぐらいまでかなと思ってます1600ぐらいは全然余裕です、でまあ、そんなのね小さちちいので見てても分からないので大きくするとよく分かります。はい まあ検討してますよ2万5800とかフィルムで撮ったらこんなにならないわけですけどもデジタルでここまで、ね、立体感があるように撮れてはいるんですけどもやっぱり作品で、ね、撮れればいいっていうのと作品で残そうっていうのはやっぱ違う1600全然つるつるんじゃないですか6400ぐらいが人によってはどうなのっていうぐらいかもしれないだからそういう人は3200までをマックス、ね、限度にすればいいわけで。 だからまず皆さん、カメラ買ったら、えー、こういう比較をしてみてください、三脚立てて、ね、100、200、400とかね、えー、とにかくやってみて自分はどこまでが許容範囲かっていうのを知っておくといい、夜景の時は特にそうです、そうすると現場で迷わないですよね、今日はねあは好感度にしたいけど3200が限度だなみたいにことをやってればいいんじゃないかなと思います、でついつい夜景でやりたがるんだけど、先ほど見ていただいたものを3200で撮った。 なかなかこう検討してるんじゃないのっていうのがえやっぱりこう感度比較やって分かるわけですちなみにこれ200で取ったもの差が分かりました今えっとちょっと分かるようにマイナスえこっちの方が1.0ですね感度200え3200の方が0.7なんですけど 分かるような分かんないような、まあ、こんなの拡大しなきゃ分かんない範囲で全然使えちゃうんじゃないのっていう話が、えー、に落ちたいわけですよね、僕としてはね。はい、だからもう夜景,夜景というか夜はもうスナップ、三脚いらずにもうどんどんもう手持ちでガンガンいこうよって感じですね、もうえー、この時きも、ねえー、1240つけて1600で撮ってます。 なんか不思議なとこじゃないですか。このね鳥かごがいっぱいあるようなシドニーにこういうね通りがあるんです裏通りみたいなところなんです。で、くるくる回ってるんですよ。浮いてるんだけど鳥かごが。だからそれで一瞬光るところがあるのでああいうものをタイミングで狙ってみたり、えー、して撮ってます。だからこんなものをねあのちょっとこうこだわるだけで写真がより良くなったりします。はい。カメラの話とはまた別になりますがそういうね写真ね1枚の写真1枚のチャッターチャンスにこうかけてみる。 といいいいうのは面白いんじゃないかなか思います綺麗だよね1600でこのレンガの質感とか全然問題ない全く問題ないと思います、まあ、こういったことをねとにかく、えー、やってもらえるといいなと6400にしてもね綺麗ですよねまあもともと路面、えー、とこれね歩道に何か3って書かれてたものを えー、寄って取っただけなんですけども、えー、雨の日です雨の日で信号機の赤が映ってるんですだから青信号になるとここ青くなるんですけども、えー、そんなことで狙って撮りました、まあ、こんな綺麗いな、ねえー、ものが撮れちゃいます手持ちで全然手持ちで OK ですあとまあせっかくね防塵防的なんでこういう雨の日も、ねえー、問題なくいけますよ撮、ね、ってみましょうっていうところですはい で防塵防的ですけどこんだけ、ねはい、処置されてます、あのすごいですね、まあ、こんだけやってあったら入らないですよね、この赤い方あの左側、この間モンゴルで、えー、撮りました、あの時でで、ね、マイナス、えー、26度とか、そのぐらいですあの、ただ降ってくる雪がみんな結晶みたいにきれいでしたけどもそれを、えー、撮りました。 ね、こんなになってますからもう安心して、えー、も時間置きでも、OK、です全然 OK です、ね、雪の中、えー、そこでねもう全く問題なく撮ることができます、はいでまあ、今回、体低温になってますこの時でマイナス32度ぐらいですね、はい、40、150で撮りました明け方の、ね、暗い時に、えー、撮ってますけど、まあ、体低温はマイナス10度までなんですよね。 だからまあそこから先僕イレギュラーな使い方してるのでこれで何かあっても多分メーカーの人は知らないよって感じになっちゃうかもしれませんけど僕はユーザーとして皆さんにお伝え大丈夫だったよっていうね、はいまあ、全然全くズーム m 全く問題なく取ることができましたしやっぱこの冷たさが伝わってくるっていうのがえ重要ですね。 動くっていうのは、もうカメラね、使ってるカメラはもう動いて当たり前だと僕、思ってるので、えー、レンズにしてもそうですあの、全く問題なかったんですけども、えー、やっぱりね、こういったあの質何臨場感みたいなものがやっぱり描写できるのが、えー、カメラの良さであり、レンズの良さであるんじゃないかなと、えー、思います、本当、まあ、寒いんですけど、今年のモンゴル、比較的暖かくて、でみんなマイナス20度以下だとこんな風に、寒中水泳やってるんですよ。 おかしくないですか？だからそんな話をたまたま聞いて小耳に挟んでうわ。すっげえ面白いとか取り行ったんですよね。そうしたら本当にやってるんですよ。男の人もこうだし、女の人もなんかね。あのここに入ってるんですよ。いや、みんなこう笑ってるけどね。結構順番に次々脱いで。ではで奥の方で着替えてる人いますけど、えー、次々ね。こんな風にあの入ってました。ま だからまあね、カメラも動くし、まあ、人もこんなところ入って大丈夫だよって、ねえー、感じになってあ出てきたの僕ですね、これね <laughs> わざわざ 4K の画面で僕を出す必要ないんですけどもあ良い子は真似しないでねって出てますけども、はい、なんかね取、あのー、りに行ったんですよ、そうしたら1人入り2人入りってそこにいた人次々入ってくるでで生後2か月の子も入っちゃったんですであとは僕と一緒に行った友達しかいないです。 でお前らどうするのって話になって日本から来ね日本代表ですよなんか引くに引けなくなっちゃってもうやるよねお前みたいなでこれですよ大変でしたこの後一瞬この水から出た後は水面すごく暖かいんですよ水,水温がね暖かいんで暖かいベールに包まれるんですけどその後髪の毛もパンツも凍りますからね一瞬で凍りますもうすごかったです、はい、あこんなの長くね見せるもんじゃないですけども、えー、他にも 動画なんてねあ僕これ動画動画撮ったんですよあでも見せないですよもちろんね何かあった時のために動画も残しておこうと、ねえー、思ってやったんですけども、えー、動画クリップスなんていうねものが、えー、できましたあのスナップ感覚でムービーを撮って、えー、それをですねあの、まあ、こう選んでってあとでまあ 短時間で、えーまあ、本当に何イメージビデオのように勝手につないでくれるっていう感じですね4秒ずつとか8秒ずつとか、まあ、そういう感じで、えー、1場面だからいくつも取っておいて後でこう選んで、えー、こういうふうに、ね、選ぶことができます、v、あのこの BGM なんかもねあの一緒に合わせることができます、はいまあ他にもですねこの時すんごい恐怖だったんですけども はい、40、150で引っ張ってどうですか、ウォンバットとかね、あのタスマニアなんで、えー、こんなものに出会ったり、シドニーなんか面白いんですよ、このね、オペラハウスを、ね、合わせてキリン撮れたりとか。はい なんか不思議な鳥がいますよ不思議な鳥が。まあこんなことはね簡単にできてしまうのでなんか思い出作りにねムービーをやっていただいてもいいんじゃないかなと思います。これワラビーの赤ちゃんねお腹から出てたはい。まあこんなのがねできたりとかあとはタイムラプスなんてね、えー、もう、まあ、皆さんね、えー、撮っておられると思いますね M1 とか使ってる方はね。 インターバル撮影ができますのでそれをこうカメラ内で合わせてムービーのようにねタイムラプスムービーって今流行ってますけどもそんなことができちゃいます、はい、それはまあ以前伝えてますけどこれ EM10 でね撮ったものですけどもえこんなふうにねずっともうはいろいろ実験ビデオみたいなものもね撮れるんじゃないかなと思います今度もやしの成長とかやってみようかなと結構もやしって成長が早いのでいねこういうインターバルでねやるのは面白いかなと思いますけど。 だからまあね写真だけじゃなくてこういういタイムラプスムービーみたいなねこともできたりまあ先ほどのクリップスもそうですけどでまあこのタイムラプスに関してはいいなって思った写真は抜き取れますからもともと写真ですからいっぱい連続して撮った写真をまあ星空もそうねえこんな風にねあの動画のように見せてるだけですからえーいいなと思ったものはもう写真として使っていただくと。はい 他にもデジタルシフト出ました EM1 で、ね、デジタルシフト入って、ね、あのみんな欲しいなって思いましたけどもその例えば広角レンズとかで建物を撮るとどうしても斜めになって、ね、こう上がすぼまったような感じになりますそれをまあ普通はシフトレンズとか使って広告写建築写真なんかはねシフトレンズなんかを使ってこう起こしたりするんですけどシフトレンズがいくらもあっても出なかったそうしたらオリンパスさんカメラ内にデジタルシフトっていうのを入れてそれ使うと 立ち上がるんです、あのー、引っ張ってくれるんですよこう台形で引っ張ってくれるそうするとこう起き上がって上の方がトリミングされてますトリミングされてこんないっぱいいっぱいになるこれをモニター上で確認しながらもできますし 撮影した写真を後でね、えー、ソフトを使って同梱されている、ね、ビューアーソフト、えー、使ってもこんなできます JPEG でもできます、RAW でこの時やってますけれども JPEG でこんなふうに、ね、上下方向とかいろいろ強度とかねやったりしながら起こしたりっていう微調整もできます。はいまあ、他にもパソコンとつないでね、えー、撮ったりとかそういったこともできます。これ去年のフォトキナですねドイツ行って はい、あのやりましたけど今回もあのブースがありますのでちょっと興味ある方はやっていただきたいかなと思います他にもまあアートフィルターなんてねもうこれも,もう、ね、毎回新しいの出るたび皆さん聞いてると思いますけど多すぎるよねもう14種類で28パターンできるんです123とかねあと効果入れたらもっとそれ以上になっちゃいますけども、まあ、1回のシャッターでね、まあ、これだけこんだけ。 別に画像処理を、ね、カメラ内でやってくれてるわけですよ。もうスマートですよね、だからプリントするにしても、まあ、自分の好きなアートフィルターを選んでおけば、えーまあ、これで今回、ね、やろうかなって,言って選ぶこともできちゃいます。だから別に全く、ねうん、あのソフトなんかいらないんじゃないかなと思います。はい他にもあのパートカラー、ね、EM1 は搭載されましたけどね、えー、EM5 なかったんですけども。 EM1 でえーご覧いただきます、例えばこういう、ね、黄色だけ残してモノクロ化しちゃうみたいな、ね、こんなことができますがこれを、これでもいいんだけども、ちょっとかっこよくしたいな、渋くしたいなと思うで普通は露出補正で暗くするんです、でもそうすると墨っぽくなっちゃうっていうかね、えー、濁ってしまうんですけども、そうじゃなくて、この階調をいじるっていうことに気づきました、階調を例えばローキーにすると。はい だから撮影しているデータは一緒です、会長を変えるだけでこんなに印象が変わる、だから黄色をもっと浮かび上げたいなと思ったらローキーにしたりとかね、こんなことをしてみるのもいいかなと、その逆もありますよね、ハイキーというものもあったりする、はい。他にも、ね、こんな、ね、ヴィンテージなんていうものも、えー、搭載されましたし、これドイツで、ね、撮ってますけど、まあ、こういうものもやっていただきたいなと思います、まあカラークリエーター、こういったものもあります、まあ、色に関してはもう、このダイヤルね、いっぱいいじっていただけると、 これだけの数の数色味を作ることができますこれ240通りだったかな、えー、あるんですけど240回現像したんです皆さんに見ていただくためにはいなかなか大変でしたけどこんな感じで、えー、色合いをね色味を変えることもできちゃいますはいなんか暇だったんでこんなことも作ってみました。 これはこれでアートですよね、1つのアート、1枚の写真でいろんな色味にしてやってしまうとか、あとまあ多重露光なんていうものもできちゃいます、カメラ内でできますよね、はいあのー、これ別々に撮ってるんですよ、あのー、別々にっていうか、えーまあ、三脚を置いてますけど、風景は風景でそのまま一度撮っておいて、花火一発撮り、終わり2発撮りっていう感じで、どんどん重ねていった、再生画面をどんどん重ねて、こんな風ににぎやかにしました。 ね、EM1 バージョン3.0なんていうものがねまたさらにファームを上げてきますよすごいですよねこの間2.0にね、えー、大幅に、えー、変わりました、えー、大幅に変わりましたけどもこの間の2.0に上がった時はねこの機能追加8改善1624上がったんですそれからまたさらにね、えー、CAF が速くなったりとかそういうのが搭載されるの点3.0になります動き物に強くなるっていうものだけ覚えておいてもらえればと思います はい、こんなことが、ねえー、あります。で、普通はですよ、こんなね、いろいろファームで上げるの1個、2個とかね、ちょっとだけですよ、こんな24も上げたら普通はなんかカメラ出してくるんです、あね、商売のうまい、ね、メーカーカ聞こえるとは悪いですけども、ね、商売のうまいところだったら、多分いろんなところをこう出してくると思うんですよね、マ、えーク2だ、マーク3だってどんどん出すと思うんですけども。 えー、オリンパスさんはファームでどんどん対応しますだから皆さんは、えー、持ってるカメラをどんどんファーム上げていけばさらに良くなっていくんですね新しいカメラを買った、えー、かのようになりますでねそれはどういうメッセージなのかっていうと多分ねこういうことなんじゃないかなと今年はいろいろプロレシリーズの、ね、レンズがいっぱい出ますそのために懐を温めておけよっていうメッセージなんだと思いますそれに応えるためには皆さんねやっぱりねしっかり形で え行動で示していただければなと思いますが本当、僕も楽しみにしてます1240手に入れてね40150と、えー、手に入れましたこの夏に8ミリが、ね、出ることになりましたフィッシュアイ1.8ですよしかもサイズはものすごいちっちゃいそこに、ね、展示してあるんでぜひご覧くださいこんなちっちゃいんだと300ミリの F4 って3号換算だと600ミリですよ 野鳥を撮る方とか、ね、あの動き乗り物を撮る方ぜひとも、ねえー、買っていただきたいなと、まあ、74もそうですねさらに面白くなってきますのでこれでだいぶ揃うかなと。 え思います。ようやくね皆さん待っていただきまして、防塵防滴のプロシリーズはねここまで揃えますので、ぜひとも、えー、楽しんでいただければと思います。まあ、他にもいろいろ喋りたいものがねエアーとかなんかありますけども、えー、ぜひともねまだお時間ありますので、えー、ご覧いただければと思います。ということでねあっという間に時間になってしまいましたけども、えー、僕からのプレゼンは以上になります。どうもありがとうございました。清水先生大変貴重なお話をありがとうございました。なお皆様のお席に置かせていただきましたこちらお持ちでしょうか。 オリンパス特設サイトではウェブコンテンツといたしまして写真で伝え,ことを伝えたいことというコンテンツ、ただいま展開中でございますこちら、QR コードからアクセスしていただきますと写真に関するさまざまなことが今、この時代に活躍する写真家たちの口から語られています。ぜひ皆様こちらアクセスししてていいただだきましてご覧ください 改めまして写真家の清水哲郎さんでしたどうもありがとうございました,うましたどうぞ皆様大きな拍手でお送りくださいありがとうございましたそれでは最後にオリンパスブースにつきましてご案内させていただきます新製品 OMD EM5 マーク